さんこんにちは。どうもドラヘイです。皆さん、今日は暖かい日でしたね。いかがお過ごしですか？今日はね、うつ病でね、よくある質問なんですけど、薬について、特に体重についてのお話をしたいと思います。薬でね、よく太るとか痩せるとか、なんか体重の増減があると思うんですけど、僕の場合をお話ししたいと思います。僕の場合、最初、薬を飲み始めた時っていうか、飲む前は、食べ物の味がしなくてすごい困ってたんです。でもね、そんな中でも、やっぱ食べんと体力が持たないなと思って、一生懸命無理やり味のしないご飯を書き込んでたんですけど、まあ、うつ病と判断されてから、安定剤とか、そういう、薬を飲むことによって、だんだん味を感じるようになっていったんですね。そうしたことによってね、そういったことによって、ある症状が生まれました。それでご飯を美味しく食べられることによって、やっぱね、今まで無理やり書き込んでいたものがなんか、より吸収されるっていう感じがしてきたんですね。そのおかげでね、僕はね、だいたいね、体重がね、67キロだったのが、97キロまで増えました。約30キロ体重が増えました。もちろん、うつ病によっては体重がガクッと下がる人もいれば、逆に薬の影響とかでバンって上がるような人もいるんです。いろんな場合があると思うので、一例として聞いてほしいんですけど、僕が30キロ増えた時、もう顔がパンパンになるぐらい、まあ今でもこう、その20顎は残ってるんですけど、やっぱ97キロ前になるとさすがにね、健康上良くないっていうことでね、体重を減らすことをね、決めました。今もね、ダイエットは取り組んでるんです。特にお勧めしたいのはね、僕が97キロから今だいたい85キロまで痩せたんですけど、それでね、お勧めしたいのはね、ぜひね、朝散歩を取り入れてください。まあ朝散歩っていうと無理があるかもしれませんけど、まあ、日中でもいいから、とにかく歩くことを意識してください。日中ね、歩いてね、やっぱ、いるとね、自然と夜眠たくなる場合が多いので、ぜひね、朝散歩。これは本当にね、樺沢紫苑先生も言ってた通り、すごい効果が絶大なので、そしてね、やっぱ運動するっていうのはね、いきなり走ったりするのは難しいんでね、ぜひ、朝散歩を取り入れて、無理せず、ゆっくりとダイエットに取り組んでいかれたらいいと思います。決して過激なダイエットはしないでください。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？どうもドラヘイです。皆さん、うつ病や統合失調症などのメンタルの病気になって視野が狭くなっていませんか？そんな時に情報商材に引っかかったことはありませんか？恥ずかしながら僕は情報商材に引っかかったことがあります。ですのでね、その体験を少しでもみんなに話してね、同じような痛い目に遭わないようにしてほしいと思いまして、今回喋りたいと思います。今回は特に見てほしいサイトがあります。下にリンクを貼っておくんですけど、下ね、こう概要欄に貼っておくんですけど、おもんが創世記っていう、一ブログの、ワンコーナーっていうんですかね、一ブログの連載企画みたいなのがありまして、それがだいたい750以上、毎日のように更新されてるんですけど、ぜひそれをね、ご覧になっていただいてね、情報商材って、ああ、こんなんなんだなとか、騙す人ってこんな風な習性を持ってるんだなっていうのをぜひ見ていただきたいんですよね。なぜ僕が情報商材に引っかかったかというと、僕、うつ病になってね、やっぱ収入がすごい減ったんです。やっぱ A 型作業所に通うって当たってもね、月やっぱどんだけもらえても最低賃金かける労働時間分なんで、ね、少ししかもらえないんですよ。やっぱ収入を増やしたいと思ってね、いろいろね、やっぱ話題になってる人とかの話を聞いたりしたんですけど、
まあうまくいかなかったんですよね。その中でもね、僕はね、池早先生のね、脱社畜サロンっていうのが入ったんですけどね、その中にあったね、情報はね、どれもね、なんかそれっぽいこと言ってるけど、なんかためにならないなっていうこともありましたし、その正田圭さん、正田圭さんっていうのかな、その連続起業家の方のなんか話がですね、ちょっと虚偽話というかね、経歴とか虚偽とかっていう、その経歴とかやってることがなんか全然載ってないよとかって虚偽の情報じゃないかっていう風な噂が立ちましてね。で、それに突っ込んだ方、石川さんっていう方が突っ込んだのかな、最初に。突っ込んだ後、その人をブロックして追い出したっていうことがありましてね、その脱社畜サロンから。そういうことがあってね、僕もね、ツイッターの方で池早先生にね、こういう噂があるんですけど、どうなんですかって言ったらね、速攻でブロックされたんですよ。そう言ってね、情報商材を売る人たちはね、横にガーッと連なってね、連携して、自分たちに不都合な情報を隠したりするのでね、ぜひね、その、先ほど説明したモモンガ創世記などを見てね、ちょっとね、こういう人らには近づいたらダメだなっていう風なのを学んでください。今回はね、取り留めのない話になってしまいましたけど、一、情報商材を買ってね、幸せになることはありません。情報はね、今こうやってググってるやつとか YouTube とか見ればね、いくらでも載ってるんでね、まずね、無料で探せる情報を見て、その後にね、なんか本とか買ってね、なんかもっと学びたいこととかっていうのをね、調べればいいと思います。本より高い情報商材は大体というかほぼ 100% 悪です。もちろんね、セミナーとか高額セミナーとかって今あったりするんですけど、それもね、やっぱやる前に実際にね、自分でね、ちょっとね、本なり買ってみてね、やってみるのが一番だと思います。それではね、皆さん、情報商材には引っかからないようにしましょう。脱社畜サロンの一被害者より、アドバイスを申し上げます。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。